こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。プレー中に歯が欠けるほどの肘打ちをするスポーツマンシップのかけらもない韓国人サッカー選手ですが、ワールドカップの試合後にソン・フンミンが不適切発言をしたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。サッカー韓国代表主将ソン・フンミンの不適切発言が英国で話題になっている。このチームが誇らしい英国メディアのザ・サンとデイリーメールが報じたところによると、ソン・フンミンはポルトガル戦の勝利後、同僚たちにこのように話した。ザ・サンはソン・フンミンがワールドカップ16強を待ちながら話した18禁チームトークだとソン・フンミンの発言を紹介した。デイリーメールもやはりソン・フンミンが自身の人生で最も長かった6分だったとし、同僚たちに向けて繰り広げた19禁演説の内容を公開したと説明した。韓国ではよく19禁と表現される。ソン・フンミンが非公式の席で非俗語を混ぜて話したため、このような修飾語がついたものと分析される。またソン・フンミンはイングランドでニックネームがナイスワン・ソニーであるほどおとなしいイメージの持ち主だ。そんなソン・フンミンが激しい感情をろかなしに吐き出したため、英国メディアもびっくりしたようだ。ザ・サンは、韓国人は落ち着いて礼儀正しいことで有名だ。そのため孫興民の18禁演説はさらに驚くべきものだと舌を巻いた。ザ・サンによると、ソン・フンミンは私の人生で最も長い6分だった。私たちはベスト16に行く資格があると話した。何が起こっても構わない。ウルグアイがもう1ゴールを決めても私はこのチームがお誇りに思っており、私たちが全てを捧げてとても嬉しいと話した。それではネットの反応です。まあ気分が良いとそんな汚い言葉も使ってしまうのかもしれない。韓国人が落ち着いてる？初めて聞いた。韓国人は普段からこんな言葉を使ってるから別にいいのではないの？私はソン・フンミンがとても誇らしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。